1882年のオラービー・アフマド・オラービーは、エジプトの政治家、軍人、革命家。アラブ系エジプト人将校への差別待遇の改善を求めて、オラービー革命を起こし、後にはエジプトの近代化をも目指した。さらに英仏に繁殖民地化される自国の運命を救おうとしたが、イギリスの武力侵攻を招き、敗戦して、正論島へ、流刑に処された。 1841年4月1日にエジプトザガジグ近くの農村の有力者の息子として生まれる。当時のエジプト軍はムハンマド・アリー朝の支配のもとトルコ系が優先されアラブ系は排除されていたが副王サイード・パシャの改革のおかげでアラブ系の彼にも士官学校入学の道が開け13歳の時に入学した。サイードから超愛され自重部官として 急速に昇進。二十歳にして、中佐となる。長さイードが崩御し、イスマーイールパシャのお世になると、アラブ系に道を開く政策は継続されたものの、トルコ系を優先して昇進させる慣例が復活し、オラービーの昇進も止まった。この政策に反発する、アラブ継承校たちのリーダー的存在となり、大佐階級の時の八百八十一年一月十五日に、 アラブ系軍人に対する差別人事を改めるよう政府に嘆願書を提出した。政府はオラービーを反逆容疑で逮捕して軍法会議にかけたが逮捕を事前に予想していたオラービーは部下たちに対応を伝達しており部下たちは軍法会議が行われている軍事省を強襲オラービーを救出した。オラービーは間髪入れず複合タウフィークパシャの宮殿を 包意して、マハムード・サーミー、アルバールーディを、陸軍大臣に任命させた。しかし、オラービーの増長を警戒した、タウフィークは1881年8月に、バールーディを、陸軍大臣から解任した。これに対抗し、オラービーは再び福王の宮殿を包囲し、エジプト人民の名のもと、現内閣を更迭し、議会を召集、憲法を制定。 軍閣制よと要求した。これまでのオラービーの要求は、軍内の人事のみだったが、この時に初めて政治的要求を突きつけた。タウフィークは再び屈服し、新内閣が発足、バールーディが陸上に復帰し、オラービーもその時間となった。1881年11月に議会が開かれ、翌年1月には、エジプト史上初めてとなる。 憲法草案が議会にかけられた。こうしたオラービーの活躍にエジプトの再建国であるイギリスとフランスは脅威を抱くようになった。1881年11月にフランス首相となったレオン・ガンベッタは対外強硬派であり、エジプトの民族運動を放置すれば、フランスのチュニジアやアルジェリアに対する植民地支配は危機にさらされると主張し、イギリスとともに 英仏両国はタウフィークを支持するとする宣言を発した。さらに英仏は再建回収ができなくなることを恐れ、予算の審議権をエジプト議会に渡すまいとエジプト議会の憲法審議の妨害に明け暮れた。英仏の介入を阻止すべく、議会はタウフィークにバールーディを首相とし、オラービーを陸軍大臣とする民族主義内閣を成立させることを要求。 この時もタウフォークは屈服し、1882年2月に民族主義内閣を発足させた。だがこの頃からオラービーの独善ぶりも目立つようになり、トルコ系軍人の解任とアラブ系軍人の昇進を強引に推し進め、1882年4月にはオラービー暗殺を企てたとして、トルコ系高級将校を50人も逮捕し、 このうち40人をスーダン流刑に処した。暗殺計画の存在を怪しんでいたタウフィークは判決の承認を拒否した。ここに来てオラービーはついに王政廃止を主張するようになった。1882年、イギリス海軍によるアレクサンドリア要塞への砲撃民族主義内閣の誕生でエジプト国内では各地で排外運動。 反ヨーロッパ運動が盛り上がっており、ヨーロッパ人たちは自国の大使館に身の危険を訴えるようになった。事態を危険視したフランス首相、シャルル・ド・フレシネは、法人保護のためと称して、アレクサンドリアに艦隊を派遣しようと、イギリス首相、ウィリアム・グラットストンに呼びかけた。イギリスもこれを了承して1882年5月20日に、英仏両国は艦隊を、 アレクサンドリア沖に送り、バールディとオラービーの解任をタウフィークに要求した。タウフィークはバールディを解任したが、オラービーの解任は軍の反乱を招くと恐れて回避した。エジプト民衆の間にもオラービーを支持する者が多く、オラービーはヨーロッパの植民地支配に立ち向かえる唯一の人という意味でアルワヒードと呼ばれるようになった。6月11日、 アレクサンドリアで反ヨーロッパ暴動が発生し、英国領事をはじめとするヨーロッパ人50人が死傷する事件が発生した。オラービーは、法人保護を名目に英フッツ軍が上陸してくることを恐れ、アレクサンドリアの要塞修復に取り掛かった。イギリス海軍はこの要塞修復をもって、オラービーによる戦争準備とみなし、オラービーに砲台撤去を求める最後通帳を突きつけた。 オラービーがこれを無視すると7月11日より、イギリス海軍はアレクサンドリア砲撃を開始した。13日にはオラービーもイギリスに宣戦線布告した。フクオータウフィークは、イギリス側に寝返り、イギリス艦隊へ逃げ込むと、オラービーは反逆者と宣言した。オラービーは防衛を固めたが、フランス人が交行官、フェルディナンド・レセップスの、 スエズ運河の中立を犯す国はないという保障を信じ、この方面の防備を固めなかった。だが、グラッドストーンはオラービーがスエズ運河を狙っていると疑い、この方面にイギリス陸軍を上陸させることを決定した。一方フランス首相ド・フレシネは艦隊派遣の予算をフランス議会から拒否されたため、辞職を余儀なくされ、フランス艦隊は撤退した。結局、イギリスのみで、 エジプト侵攻を行うこととなった。サーガーネット・ボルズリー将軍率いる2万人のイギリス軍が1882年8月19日にアレクサンドリアに上陸し、スエズ運が一帯を占領した。さらに9月13日にテルエルケビールに駐屯する2万2千人のエジプト軍に野衆をかけて壊滅させた。これにより無防備となったカイロは無欠占領された。以降エジプトは、 第一次世界大戦後までの長きにわたって、イギリスの軍事支配下に落ちた。オラービーは逮捕され、12月3日に死刑判決を受けるも、エジプト民族主義運動に同情的な、イギリス人著名人の嘆願などで、タウフィークから原型が認められ、英霊世論等に流刑となった。世論に流されていた際、谷田敵、東海三子が彼を訪ね会見している。 東海三氏は後に、エジプト近世史を表した。1901年に恩赦され、エジプトへ帰国するも、すでに民衆からは忘れされた存在となっており、民族主義指導者層の間でも改革を急ぎすぎて、イギリス占領を招いた人物として、評価は低くなっていた。以降は政治に関わることなく、1911年に、カイロで死去。1952年のエジプト革命後、 ガマール・アブドゥル・ナーセルらから、エジプト民族主義の父として、名誉回復され、エジプトの民族的英雄に昇華した。日本の明治維新に関心を持ち、エジプトで失敗した近代化改革が、日本で成功した理由について、幕末から、明治初期の日本は、キートしか主要産業がなく、イギリス・フランスにとっての日本の価値は大市場である、清の付属品、あるいは、 太平洋進出のための新展。水の補給地でしかなく、スエズ運河を有するエジプトに比べて重要度が低かったことがあると考え、日本は地理的な好条件に恵まれていたと羨ましがったという。ありがとうございます。